両元に鋭冠3年に1月3日は平安時代の天台宗の僧。死亡は時系大師。一般には通称の元三大師の名で知られる。第18代天台座主であり、比叡山延暦寺の中高の祖として知られる。また、中世以降は民間において薬除け大師など独特の信仰を集め今日に至る。両元は演技12年。 大御国は最軍虎姫に地元の豪族、木寿司の子として生まれた。陽名は観音丸と言った。十二歳の時、冷え山に登り、仏門に入った。両元は最長の直系の弟子ではなく、身分も高くはなかったが、なんとの旧仏教寺院の構想と、法論を行って論破したり、村上天皇の皇后の安産祈願を行うなどして、徐々に頭角を表し、 広報3年には、天台州最高の地位である、天台座巣に登り詰めた。延暦寺は、上平5年の大規模火災で、根本中道をはじめとする多くの道東を失い、荒廃していた。両元が天台座巣に就任した広報3年にも火災があったが、両元は、村上天皇の外籍である、藤原諸助の講演を得て、消失した道東を再建した。また、 最長の創建当初は小規模な銅だった根本中道を壮大な銅として再建し、比叡山の柄の基礎を作った。天独元年には寺内の規律を定めた26課長記章を交付し、創兵の乱暴を抑えることにも意を配った。ただし、欧永16年の三課陽気朝略では反対に創兵の創始者とされている。両元は、 比叡山の仮覧の復興、天台教学の交流、山内の規律の維持など、様々な功績から、延暦寺中高の祖として尊ばれている。弟子も多く、中でも、王城幼州の著者、原神は著名である。朝廷から送られた、正式の死亡は、樹形であるが、明日が正月の3日であることから、元三大師の通称で親しまれている。比叡山横川にあった、 両元の重棒、低信望跡には、四季行動が立ち、両元像を祀ることから、元三大主導王とも呼ばれている。また、全国あちこちの社寺に見られる、おみくじの創始者は、両元だと言われている。時系大師、両元をかたどった五夫には、角大師、豆大師、薬よけ大師など、様々な様式があり、いずれも魔よけの五夫として広い信仰を集めている。 時系大師像と呼ばれる、両元の肖像彫刻や画像は、鎌倉時代頃の作品が、比叡山内の多くの堂や寺院に所在するほか、天台系の寺院に多く伝えられる。特に中世に遡る木造の作例が35体も知られており、重要文化財に指定されている像も11体を数え、これは構想彫刻の中では最も多い。 これらの像はいずれも礼拝像として定型化した表現を示しており、やや釣り目で厳しい表情で、手には樹図と特古書を持つのが特色で、不動明王のイメージが重ねられているからだとも考えられている。時系大師座像、ありがとうございます。